また来るぞ。今、夜の9時5分ですね。今もご主人様寝てしもうたんで、はい、一人で話してみようかなと思って、はい、ちょっとやっちゃいました。はい、マイク買ったんですよ。マイク、この前マイクなしで喋ってたら音が全然聞き取れなくて、はい、なんでもうすぐポチって、一回喋ってみたいと思ってたんですけど、やっぱちょっと緊張するというか、こういうのってやっぱね、慣れが大事かなと思って、だからとりあえずちょっとやってみようかなと思って今こうやってやってます。だからぶっちゃけ喋ることも何も決めてないですけど、何を喋ったらいいんですかね。最近はね、トイレトレーニングしてます。トイレトレーニング、ちゃんとトイレできるようにしなきゃいけないなって。あ、これお酒です。お酒飲んでます、ごめんなさい。もう多分シラフじゃ喋れないなと思ったんで、お酒飲んでます。しかもストローで飲んでます。なんかストローの方が酔うのが早いって聞いたことあるんで、ちょっとでも早く酔ってちょっと喋れるようになりたいなと思ったので、はい。それでトイレトレーニングしてて、まあ、実際に見るのが早いかなと思って、自分がトイレしているところを見せようと思って、それでまあおしっこしたくなった時に、まあ扉ちょっと開けてご主人様にちょっとこっちおいでって、ちょっとトイレするからちゃんと見ときっていう感じでご主人様を一回トイレの中に入れて、でこうやってズボン脱いで、こうやって座ってみたいなを一個一個こう口で説明しながらやってたんですけどね。その僕がパンツをね、こうやって脱いでってパンツをやって、そのあれがねボロンってあれがなった時に、そのご主人様がね、あーみたいな、あそれ見たことあるみたいな顔したんですよ。多分風呂場で、まあ、よく見るんで、そのあーみたいな、あこれ風呂場でしか見れないやつだみたいな感じの目でね、僕を見てきたんでまあもう普通にそのままおしっこして、その流してみたいな感じをやったんですけど、まあ、次の日にまたこうおしっこしたくなったんで、これちょっと教えようと思って、でまたちょおいでって言ってトイレの中読んで、でズボン脱いでみたいな、便座上げてみたいなのご主人様に説明しながら脱いでパンツを下ろした時にね、またご主人様がね、あっそれ見たことある、お風呂場でしか見れないやつだみたいな感じのね、目をねキラ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 って目して僕をね見てきて、それがねもうむちゃくちゃ可愛くて、本当に可愛くて、だからもう最近はね、トイレを教えるというより、あの顔を見るために呼んでますね、トイレに。これいいんですかね、こんな話してわかんないですけど、どうなんですかね。なんだろう、あと本当にもう本当にもうなんか、いつも本当にありがとうございます。
本当もう再生してくれてコメントまでくれて、全然酔わないですねこれ。全然酔わないが、ちょっと追加しますね。いや本当に嬉しいっすよ。もともと最初は別に登録者100人ぐらいでもええし、なんか100人ぐらいの人たちがその育児のアドバイスくれながら、まあ細々と育児頑張っていくためにやろうと思ってたんで、まさか、ね、今何人かな、ちょっと見てないんですけど、多分9000人ぐらいですよね。俺ちょっとびっくりしてて、多分自分の人生で9000人に見られるってなかったんですよね。9000人が僕をね、僕のこの汚い髪型を見てるわけでしょ。ほんとすごいっすよね。もうびっくりしてます本当に。でも本当嬉しいですね。話すことないですね。何話したらいいんですかね。これなんか前コメントでもらってたんですよ、質問コーナーやってくださいみたいな。けどもう俺そんな質問コーナーとかそんなんする柄じゃないし、すごい汗すごいっす。もう今緊張してすごいっすね、汗が。もう今これ見えてないかもしれないですけど、顔顔面だらだらに汗かいてますね、緊張で。ほんまに質問コーナーはしません。恥ずかしいんでね、やっぱりね。なんすかねこれ。はい、もう喋ることないです。喋ることがないです。とりあえず、はい、自分の声で喋ることになれるための動画です、これは。はい。なれるはず。じゃあ本当に皆さん、はい。おやすみなさい。